答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。東大脳は生きる知恵が大事ですね。まあ、今回生きる知恵っていうのは遊びも OK なんです。例えばパズルですとかトランプとか、まあ、そういう遊びもいいんですが、そういうですね、使い方が限定される道具、おもちゃよりも実は日常生活っていうのはいろんな学びがあります。例えば総合スーパーに行きます。総合スーパーにいるとお魚の種類もすごくいっぱいありますね。白身魚もあれば赤身魚もあります。で、いろんな開きな状態でも売ってたりとか、値段も様々ですよね。もちろん甲殻類が売ったりとか、それぞれに種類があって名前があって、また旬なんかもあります。食べ物、魚に旬があったりとか、まあそういうことを学ぶってことも大事なんですが、きっかけはですね、その疑問を持ったり、例えば洗剤でも同じ大きさとか同じパッケージなのに値段が違ったりとか、今だったらいろんな匂いがついてるものがあったりとか、なぜそうなってるんだろうって考える習慣が大事なんですね、やっぱり。まあ単にですね、知識を詰め込み型でいけばいいんですけれども、それっていうのはやっぱりある程度の学力にしかならない。東大っていうのはもう とても良問が多いって言われてます。あの知識を問う問題は実は少なくてですね、そこから自分的にこう考えたりとか、いろいろ発想の転換をしなければいけない問題が多くて、つまりそれって生きる力なんですね。物事に疑問を持ったり興味を持ったり、自分なりに工夫をして効率化したりとか、さらにいいように改良をしていく、それが仕事をする上でも生きていく上でもすごく大事なことだと思うので、やはり日常生活ね、適切な質問で子どもの興味を引き出してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。